後の自分でやるとちょっと違うかなと思うことももちろんあると思うんですね。だけどやってみてください。石川ホールで石川ホールでやってください。今その段階も全部考えられましたけど、まあ、ホールでっていうところで、いいよいいよ、もう立ってきたよ。このアスリート教室っていうのは、その子どもたちにとって何が必要なんだろうって、まあ、おせっかいながら考えたときに、やっぱり子どもたちが、まあ、今後社会で豊かに、そしてたくましく生きていってもらうために、その時にやっぱり教育っていうのはやっぱりどう考えても外せないと、まあ、先ほどお話したような豊かにたくましく生きていくために必要な力を育んでもらうためには、このスポーツっていうのが非常に有効ではないかということを、まあ、研究などをしてきましたみたいな、私って続かないのみたいな人もいるんだけど、いいのよ一日休んだって、うん、そう、またそしたらやればいいの。続けることが大事。一日休んだまた失敗は、全く、恐れることではない。ルヴァンカップの決勝戦に来ました。相手は川崎フロンターレ。決められなかった、あの一本を決められなかったことで逆転負けをした。さっき悔しいって言っても出てたけど、やっぱ失敗すると石川コーチも、当時石川選手も、めちゃくちゃ悔しかったです。あとめちゃくちゃ落ち込みました。OK, OK。 じゃあそういった形の練習を自分のイメージできてる、どんな練習やるって。で、分かんなかったらコーチに行こうと。それで、ぜひ、ぜひ、進んでください。ありがとうございます。